ローダーデール軍はアメリカ合衆国テネシー州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は27,815人であり、2000年の27,101人から2.6%増加した。軍庁所在地はリプリー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ローダーデール軍は米英戦争で戦死した民兵士官、 ジェームズ・ローダーデールにちなんで名付けられた。1861年、南軍がローダーデール軍内に大掛かりな砦を建設し、ギデオン・ J ピロー将軍にちなんで、ピロー砦と名付けた。この砦は戦略的な位置にあり、1864年のピロー砦の戦いで北軍が占領した。ピロー、砦州立公園には博物館があり、 また砦が当初あった場所に防御工作物を再現した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は507平方マイルであり、このうち陸地470平方マイル、水域は37平方マイルで、水域率は7.23%である。ローダーデール軍はニューマドリッド地震帯の南東端にあり、地震の危険性が高い。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。スリーピー・ジョニ・エスティスはブルースのギター奏者、作詞家、歌手であり、リプリーで生まれた。1977年6月5日に、ヘイウッド軍、ブラウンズビルの17年間過ごした家で死んだ。ローダーデール軍ダーラムビルのエラム・バプテスト教会墓地に埋葬されている。 ホールズのダイアーズバーグ陸軍航空基地跡地にある大役兵博物館は第一次世界大戦からイラク戦争まで軍事行動に関する資料の保存と文書化及び航空基地そのものの歴史の文書化のために建設された。テネシー州共生省が軍内ヘニングに近い未編入領域で西テネシー州立刑務所を運営している。以前にはコールドクリーク共生施設もこの地域にあった。 ホールズの大液兵博物館前に置かれている A-7 コルセア22006年撮影ヘニングにあるアレックス・ヘイリー子供時代の家、2007年撮影ありがとうございます